はい、えー。この度も再生いただきましてありがとうございます。スモールビジンスト化の伸びはこの部屋ですで。今回のテーマなんですが、えー、パソコン初心者向けに、えー、Windows よりも Mac がおすすめというテーマでお話ししていきたいと思います。で世の中の PC は大きく Windows 派、Mac 派に分かれるかなと思います。でまあ、どちらがいいか迷う方も多いかなと思いましたので、解説を進めていきますと、まあ、基本的にはですね、あのこれ個人の感想だってネット上の印象なので、 あれなんですが、あの Mac をお勧めされている方が圧倒的に多い、そういう印象があります。で、僕自身も Mac がおすすめとなっていまして、その理由を解説していきたいと思います。で、その話の前にですね、あの家電量販店で僕あの以前パソコン詳しくなかったので、店員さんに聞いてみたことがあります。でその時の例が非常にわかりやすかったので、えー、それをお話ししたいと思います。 まあ、包丁を、えー、想像してほしいんですけどあの、切れ味の悪い包丁が、まあ、てイコール低スペックな PC。まあ、価格が安くですね。はい。まあ、価格が安い PC を指します。で、パソコンの容量もないようなものですね。で、切れ味の良い,い包丁っていうのは高スペックな PC ですね。まあ、ある程度、えー、容量もあって高いような PC となります。で、まあ、より例えると包 切れ味の悪い包丁を使っているとね、もう仕事にならないわけですね。当然ながら、切れ味の良い,い包丁を選択した方がいいっていうのは分かるわけなんですが、はい。これパソコンで置き換えてみるとですね、非常にこう、分かりやすいかなと思います。はい。で、その上でですね、えー、パソコンっていうのは、PC っていうのは商売道具なわけです。いろいろな活動、まあ、作成作業とかをですね、パソコンを通して行っていると思います。 まあ例えば、画面録画とかですね。はい、まあ、ズームも当てはまるかなと思います。あれも録画一応できるので、あとミーティングだったりとかですね。えー、そういう作業もパソコンで行っているかなと思います。あと、スライド作成、デザイン作業、メルマガの配信ですね。サイト制作、モーションページの作成とかですね。はい。などなど。まあ、その他、いろんなことをですね、パソコンを通して、PC を通して行っているわけです。なので、PC d のは商売道具なわけです。 っていうのを踏まえると、先ほどの例ですね、はいえー。切れ味の悪い包丁を使っているとですね、はい、あんまり良くないわけですね。はい、っていうのを考えますと、えー、商売道具である PC っていうのはですね、まあ、費用対効果の高い買い物といいます。まあ、なので、ね、とりあえず使え,か使えるからといって安い PC を使うっていうのはやめといた方がいいわけです。でその上でですね、Mac を おすすめしている形になります、えー、マックって安いものでもです、ね、それなりの値段が、えー、しますが決して安くない金額ですね。はい、今どれぐらいになのかちょっとわかんないんですけど、はい、ただ Windows のかなりあの安いものに比べてですね、Mac、えー、の場合、えー、比較的ですね、えー、価格帯が一番低いものであってもそれなりにするという形になります。Mac、はい、を選択しておけばですね、えー、間違いないなということが言いまして、はい 一つ目として慣れると作業が効率的にできます。例えばデスクトップを複数作ってですね、それぞれに役割を持たせて配置するっていうことができます。例えば画像編集をしているデスクトップ、スライドシールを作っているデスクトップ、みたいな感じですね。はい。てな感じで、いくつかデスクトップっていうのを増やすことができます。まあそれぞれ、ね、部屋ですね、を作れてで、それぞれに役割を持たせて、こう、横スライドさせて、 作業ができるみたいなイメージです。はい。まあ、これ口で言ってるとよくわからないと思うんですが、一応こういうことなんですね。雰囲気が伝わればいいかなと思っています。まあ、作業が効率化できるものが非常に多く備わっています。まあ、その中の一つとしてデスクトップを増やせるっていうのを解説したわけなんですが、まあ、他にもですね、情報量が多いということがあります。あの、Windows に比べてっていうところなんですけど、あの情報量が多いっていうのがメリットです。まあ、Windows も Google ばいろいろありますけど、 ただですね、あの情報発信をしている方っていうのは、マ a クを使っていることが多いです。で、まあ、気に入ってですね、愛用しているイメージがあります。なので、好んでですね、マ a ク関連の情報を発信されている方が多いです。っていうのもありまして、えー、マ a ク関連の細かい情報っていうのは困ることがないということが言えます。なので、マ a クをお勧めしています、はい。スペックの問題だったり、えー、作業効率の問題以上にですね、えー、こういうことがお勧めかなと思っております。 で、えー、そんなおすすめの Mac なんですが、おすすめのアプリというものがあります。まあ、標準で備わっているもので十分ということで、えー、スライド作成に使えるキーノート、あとは画面の録画に使える、えー、クイックタイムプレイヤーですね。はい。あと、えー、DM だったり、無料レポートの作成に使える、まあ、PDF の作成に使える Pages ですね。あとは動画編集に使える iMovie ですね。はい。まあ、簡単なカット編集であれば、これで十分かなといった感じです。 はい。まあ、てな感じで、えー、これすべて標準で備わっているアプリなんですけど、これで十分にですね、いろんなことができるかなといった感じです。はい。というのもありまして、えー、マークがおすすめなわけです。はい。はい。ということで、えー、今題もさせていただきましてありがとうございました。えー、そのノビンストとかの学びはこの部屋でした。